スバランス。どんどんこんな感じで船に乗り込んでいって、スタート地点まで着いたらそこで待機します。今回私がお世話になる船はオーシャンマスターさんの船です。サイレンが鳴ったら大会スタートで船が一気に走り出します。タグ&リリースで、タグをつけてリリースしたシーバスが対象となります。賞はこれだけあって、一番長さの長いシーバスを釣った人が優勝となります。ちなみに私はレディース大物賞、女子の中で一番長いシーバスを釣った人が勝ちという賞を狙いたいと思います。一緒に船を共にするチームのメンバーは鍋さん、秀夫さんです。最初は大物狙いでちょっと遠くまで行ってミノを投げていたんですけれども、釣れず、ちょっと動画が撮れてなかったんですけれども、穴釣りゾーンに釣りが行って、ワームで秀夫さんが1匹釣り上げました。さすがです。私もそれを真似してワームを投げてヒットしたんですけれども、結局釣り上げは素晴らしいでした。そして次はジグゾーンです。左側の鍋さんヒット。ナイスキャッチ。秀夫さんもポコポコ釣ってます。私も負けずと釣り上げます。ラスト5本ぐらいになってから届けば、ああなるほど、感じがない。いや、一本だ。ダブルヒット。
58センチでした。で、次は次もなかなか上がってきません。お祭り&すれがかりだけでした。MK 出た？出てない。引っ張ってる。ああ。何でもいいですよ。あと2。MK。まあもうあそこまで来たらあと10分15分で抜ける。ああ。行ってみよう。かけよう。6本タグ。終了時間まであと20分。大型の船が出航しようとしていて、その船がどけば大物が釣れる確率が高い。その場所まで約10分。大型船がどぐことにかけて、その場所へ向かうことにしました。じゃあ、行っちゃいましょう。最後。いや、大丈夫。もう、船長、船長してますから。いや、抜けなかったら抜けなかったですよね。そうそうそう、もう十分楽しんでますから。どっちにしても大型船が行けなかったら。その船の横まで行って開くのを待ってたんですけれども、あえなくタイムアップ。判断力素晴らしかったです。ちなみにこの船の最高は59センチでヒデオさんでした。私は58センチで、そして鍋さんタグの記録ありがとうございました。ということで乾杯したいと思います。
サバロさんの20周年記念乾杯。こんなことしてるんだなってのも分かりますので、ぜひですね、いつもありがとうございます。いえいえ、はい、結構この状態で、レディース大物賞を発表いたしますので、症状の準備を、症状の準備できましたでしょうか。それから商品の準備も、はい、あとの方はね、泣きながら帰ってください。まあまあ冗談ですけど、こんな素敵な、これね、本当に素敵な参加者なんで、釣りをね、あまり深くやってない方は分かりませんけどね、これ素晴らしい記念になると思いますのでね、はい、もう売ってませんので、はい、アメリカ製のルアーですね。それでは行きます、はい、じゃあレディーショー、はい、じゃあグランドチャンピオン、はい、じゃあキーポイタ君の方がいいですよ、はい、じゃあですね、サイズは申し上げます。はい、はい、サイズはですね、63.0cm ですね。はい、フライングフィッシュの藤原さんです。藤原さんでーす、はい、おめでとうございます。すごいね、今日は私ね、藤原さんに朝会いましてね、また釣っちゃうんじゃないのって言ったらね、素晴らしい。これ何回目の優勝ですか？もう4回目だよね、確かね、確かそうだと思いますね、はい、素晴らしいです、おめでとうございます。63センチ、船はフレアデスですね、チームはフライングフィッシュ、おめでとうございます。ではレディースショー、素晴らしいレディース、私女性大好きなんで一番高いやつ入れてあったんですよこれ。またね、来年もやりますんで、ぜひ参加してください。藤原さん、あ、藤原さんです。藤原さん、おめでとうございます。抽選のお手伝い、ちょっとやらさせていただきます。1番はですね、野呂さんですね。野呂さん、はい、どうもおめでとうございます。21番、横浜オーシャンの菅原さん。菅原さん、どうも。どうも、お疲れ様でした。じゃあ、ラスト。ラスト、31番。31番、もらってました、誰ですか？あれ？31番は、岸川さん、はい。はい、どうも。これで、全員来ましたね。やったー。中身はこんな感じ。うん、結構使えそうですね。よし、ではでは、今まで見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。